皆さんこんにちは。めちゃめちゃ暑い。これなんだ。ちょっと髪の毛をストレートにしていく。今日も暑いので皆さん気をつけてお過ごしください。ちょっといろんなところでイベントがありますけど、セクシーなあやかちゃん、セクシーに寝る、やったーやったーとか言って、かわいい髪型、かわいい髪型じゃないよ今のは。本日はまあ、皆さんもコメントにいっぱい書いてありますけど、 FC 岐阜のね応援に行ってまいります。そう、今日は佐賀にはいません。今は美容院行けた。え、どうなんだろう、わかんない、会ってないから聞いてみます。てかまあ会ったらわかると思うんで、でもなんかやめようかな、もうちょっと後にしようかなって言ってました。もうわかんない、迷ってました。まあ、今日ね髪の感じが違ったら行ったんじゃないですかね。一回アフロにしてほしいよな。ミディアムにするのは多分まだ浸透も、もうちょっと
経ってからって言ってた。するならね、多分まだしないと思う。私は絶対に髪は切らない派なのではい、申し訳ないけど、ちょっとね、短いの好きな方には申し訳ないんですけど、私は絶対に切らないので。もう自分が似合わないってわかるから、そうできません。うん、てかアイロンしてるだけでさ、暑すぎて汗かいてきた。ショートにしたことある。小学校3年生ぐらいの時にもうベリーショートにした。なんかもうほんとお猿さんみたいな、ほんと耳後ろこのぐらいしかない髪の毛が、ほんとに耳後ろぐらい、なんかボブでもないぐらいにしたことある。一番短い時はほんとにお猿さんみたいでした。お猿さん、似合わん。見て、似合わなさすぎん。今ならだいぶイメージ変わる。いや変わるでしょ、こんな短くしたら幼くなりそうだね。意外に似合うよ。え、変わるでしょ、ほらマジ全然違わない、この長いのと今のとね、全然違います。ほらやばない、こんなんにしたらみんななんか大丈夫、適当にやってない、いいんじゃないみたいな、ちょっとそういうことじゃない、本当に思ってる、ほんまに。アレンジでボブにでもできそうだよね、うまいことやったら。でもまあまあ私髪伸ばしてるんで、今伸びたんで大変そう。メイクさんがもしやるってなったら、でドライヤーを乾かすのはマジで楽になるだろうな、本当に時間がかかるので毎回。それはすごいめっちゃ楽になりそうだなと思いますね。そう、いつもの前髪だよ。いつもの太田になりました。今日はストレートです。はい、巻いたりストレートにしたりなんやかんやして、
なんかすごいお祭りね、この土日とかもすごいいろんなとこでやってたりしてね、すごいなんか浴衣着てたりとかしてる人いっぱい見て、あ、ここだけの話なんですけど、吉井岐阜もちょっと浴衣の毎年ね浴衣着て行ってたりしてるんですけども、今年もちょっと考えているので皆さん告知をお待ちください。はい、ぜひ来てくださいね。その時はの対戦相手は鳥取じゃなかったっけな。こんにちは。はい、前髪ももう終わります。もうそれしたら今日も一宮七夕祭りかね。今年も行けずって感じで、私もちょっと八木に紛れて行きたかったですけど八木に紛れて行きたかったけど、トヨタのおいでんね、私おいでん行ったことないの気がする、一回も。まあ有名だよね、すごい大きいよね。花火ある、今日花火あるの。なんかいろんなとこでさ昨日もやってたよな、なんかすごい流れてきた、お祭り行ってるみたいな、お祭りどこでやってたのみたいな。昨日と今日が多いのかな基本お祭りはね。懐かしいね、お祭り全然行ってないので全然行ってなさすぎて。やばい、なんか前髪がうまくいかない。よし、まあこんな感じでいいでしょう。台風が5位に上がってたね、ありがとうございます。でもねちょっといつまたね順位が下がるかもわからないので、まだまだちょっと上目指して私もちょこちょこと、はい、今日も空き時間にやろうと思います。さっきもいろいろやってたんですけど3回ぐらい都落ちさせられました3回ぐらい都落ちさせられました。待って、最終日1時59分までなんだ。そっか、やばい、めちゃめちゃ愛理と夜に予定立ててた待って、できるかな。ちょっとはい頑張ってみます。それか30前日の夜になるかもしれないな。ちょっとね
31できるかなって感じなので、今ちょっとまたお知らせします。すみません、ごめんなさい、めちゃめちゃ夜に組んでました、すみません。なんで30か3130の夜か31の午前中かなって感じです。私のスケジュールによるとわかんないですけど、ちょっとアイリーのスケジュールにもよるのでちょっと聞いてみますね。ありがとう、教えてくれてマジファインプレーです、ありがとうございます。すみません。ということで皆さん、はい、今日はねスタジアムに、はい、新体制となっていきますのでね、とても楽しみです。はい、まあ、試合で見るのもこうやって生で見るのもすごく久しぶりなので、はい、副隊長とそしてさくらと同期のほのがね、 K2 の仲間と同期が来てくれるので、はい、頼もしい3人で、3人が来てくれるのでとても楽しみです。それでは皆さんそれでは皆さん、スタジアムでお会いしましょう。行ってきます、バイバイ。